ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がミニクラブマン JCWGP インスパイアードエディション2020年式2500キロのこちらの車両になります。はい、で最初からいいですか僕。はい、今回僕怒ってます怒ってましたね。怒ってます。怒ってました。はい、ちょっとこの車に言いたいことがいろいろあるんで、今回ちょっと全部正直にちょっとお届けしようかなと思います。はい、もう今日今回は僕せっかくいい車を紹介したな、あのご用意したなと思ったんですけど、ツッチが怒ってきたんで今日はもうあの、はい、お客さん目線で私行かせていただきます。ちょっと言いたいこと言うんで、はい、もしかしたら、まあ、同じ車乗ってる方とか、はい、ちょっと不快に思っちゃうかもしれないですけど、はい、ちょっと本当に最後まで、まあ、一応でも一応言っていいですか、これ入港してまだもう2日ぐらいなんですけど、お問い合わせ殺到してますから。分かってます。はい、なのであえて強気で言っても、はい、あとちょっと僕の意見と世間のズレも多分あると思うんで、炎上宣言、ちょっと最後まで見ていただければ多分、あ、確かにツッチが言ってることも一理あるよねって多分思っていただけると思うんですけど、もしかしたら購入しようと思ってた方が購買意欲を削いじゃうかもしれないですけど、同じ車乗ってる方がちょっとイラッとしちゃうかもしれないですけど、ちょっと全部正直に僕の意見をちょっと今回お届けしたいと思います。車両紹介じゃなくてツッチのモノモスの方がじゃないですかでいいですか今回、まあ、あの、はい、フォローできる限りフォローします。はいはい、でちょっとまず今回のこの車なんですけど、限定車ということで、はい、世界限定299台、はい、日本割当て120台、はい、でその時点で僕ちょっと親と思ったんですよ世界との割合が、はいはい、もう半分日本じゃないかと、はい、どんだけこう日本向けにやってんだっていう。そうですね、はい、日本のミニの需要ってどうなの、そんなにやっぱり重要視されてるんですか。いや、かなり意識してるみたいですよ本国も、はいはい、まあ、噂によると、はい、もう一番初期型 の, そのミニが出た時に、はい、なんかそのミニオーナーの集いがあったんですよ、はい、でそこにオールペンしたミニが来てて、はい、おいいじゃんってなって、はい、そのオールペンの色が実際採用されたこともあるぐらい、はい、あ、それが日本でのところですか。それぐらいミニのマーケットを見てるんじゃないかって僕は思ってます。はい、うん、でまあ、確かに結構そのアフターで流行ってるパーツ、日本で流行ってるパーツがオプションで追加されたりとかもあるんで、かなり本国でも見てたりはすると思うんですよね。はい、じゃあ本国に言ってやればいいじゃないですか。いやいや、今回ちょっと見てくださってる方がいらっしゃるのであればちょっとお届けしたいです僕の意見、はい、僕がこう8年間ぐらいこうミニのメカニックとしてこう携わってきてるんで、はいはい、まあ、こう普通の人よりは言っていい立場だと思うんですよ。こう、まあ、そうですね、ある、こうある程度のこと思ってることあると思うんで。2時間ぐらい喋りますか。いいですかいやいや、はい、で今回この限定車 GP をちょっとこう意識した限定車ってことですよね。はい、GP をね、はいはい、GP3、はい、先日、まあ、先日って言っても結構経ってますけど、裏手の紹介したやつですね。はい、はい、まあ、2人乗りのもう完全にレーシングに振っちゃった、はいはい、あの GP をちょっとこう意識した、うん、インスパイアードしたモデルってことなんですけど、はい、ちょっともうそこでもちょっと待ったと思ったんですよ僕。はい、でまずこの一番特徴的なボディカラーじゃないですか。でこれがあの一見ちょっと GP と同じ色かと思いきやこれ違うんですよね。 GP3 の方がレーシンググレーでこっちサンダーグレーなんですよ、はい、え、そこ揃えなかったのって僕思っちゃったんですよ、はい、まず、はい、でしかもこのサンダーグレーって標準カラーじゃないですか言えば、はいはい、そこ、まあ、まあ一応オプションですけどねオプションですけど、オプションカラーですけど標準選択で選べる色で、はい、こうなんかちょっとやってきた時点で、はいはい、あれちょっとお手軽にちょっと作ってませんって思っちゃったんですよ僕。あ、はい、で限定車といったらなんかちょっと特殊なボディカラーとか、うんうん、まあ、GP もそうじゃないですか言ってみれば、うんうん、通常ラインナップないカラーで作って GP じゃないですか、うん、はい、で始まる前にもちょっとモノモースポイント1ボディカラーとか、はい、ボディカラーです、はいはい、でその始まる前にもちょっと話しましたけど、はい、そのグッドウッドとかも、はい、グッドウッドの専用のカラーじゃないですか、はいはいはい、僕の大好きなグッドウッドも、ロールストレスのボディカラーじゃないですか、はい、ちょっとそこまで言うんだったら、はい、ちょっとボディカラーはこだわってほしかったです。 GP に合わせてほしかったです。そうです、はいはい、だと外観、はい、後期になってだいぶかっこよくなりましたよね。その後期になってポイントは、まあ、ヘッドライトとかこのグリルとか、はいはい、まあ、この辺ちょっと好みあるかもしれないですけど、うん、この立体的な、はい、ちょっとこう横から見てもらった方がいいんじゃないですか。こういう感じ で、ね、相当出っ張ってますよね。出っ張ってますよね。
ちょ蜂の巣みたいな感じですね、はいはい。まあ、この辺は正常進化だなという感じで、うん、まあ、好み分かれるかもしれないですけど、僕としては全然ありなポイントです。この下のリップとかは限定車と関係なく、こういうジョン・クーパーワークスはこのリップのエアロですね、はい、さようでございます、はい。この赤のステッチはどういう形なんですか？これはですね、ここのこの部分はジョン・クーパーのカラーなんで元からですね、はい、でこっちですね、これが限定車の追加されてるポイントなんですけど、まあ、GP3 もステッカーなんで、はい、まあ、いいんですけど、はい、ちょっとステッカーを覆うって感じなんですよね、はい、ただまあ GP もステッカーなんですよ、ここは、はいはい、じゃあいいんじゃないですかね、はい。ここのエンブレムのこの黒いのも、これはもうあの通常オプションなんですけど、はい、このインスパイアデーションは標準です。標準ですか、はい、はい。だからなんか限定車っていうよりオプションてんこ盛りな車なんですよ、はい、いいんじゃないですか、それでも。エクステリアのこのピアノブラックのエクステリアのパッケージも入ってるんで、このヘッドライトの周りも黒かったりとか、はいはい、まあ、ただそのお買い得感は結構あるんじゃないかな、はい。でいいですか、もう1点、はいはい、ちょっと横に行きますけれども、はい、モノモスポイント3ぐらいになってます、今3ですね、はい、数えてますから、はい、3ここですよ、この足元、はい、ホイール、はい、これも通常ラインナップのオプションのホイール19インチ、はい、なんですよ、はい。限定車っていうんだったらここもなんかちょっと限定カラーにするとか、せめて、うん、デザインとは言わないです、うん、限定カラーで例えばなんか真っ黒黒にするとか、うん、まあ、GP がこのなんていうんですか、バイカラーのデザインなんで、うん、まあまあつながるとこはあるんですけど、もう一工夫欲しかったなと思っちゃった僕は。オプションですよね、でもいやそうなんですけど、はい、だからなんか限定車じゃなくてオプション満載の車だなみたいな、はい。ただもうブレーキとかはやっぱり後期ですから、はい、かなり大きくなってるんですよね、はい、前期が335π、はいはい、それが後期になると360π でローター径が大きくなって、キャリパーもちょっと大きくなってるんですよね。でちょっとキャリパーのその位置関係が変わってきてるんで、まあ、ホイールも前期後期で車外のホイールなんか多分流用できたりできなかったりするんで、あそこはちょっと注意ポイントですね。注意ポイントです、はいはい。ただまあその辺も正常進化で、まあ、このクラスのこの車にこれだけのブレーキがついてるってすごいなっていうのは正直思います、ね、うんうん。でこれ GP3 と同じブレーキですよね、はい、ヘルパーサイズは、はい。であとは今回の車は車高がめちゃめちゃ下がってますけれども、はい、見たらビルシュタインの B14、はい、これは一応ボンドミニさんで、はい、オーナーさんがドレスアップっていうか、まあカスタマイズしていただいたのを一応買い取りさせていただいた感じになりますね。車高調整式サスペンションがついていると、はい、でこの B14 が日本でチューニングされている B14 なんで、はい、まあ、乗り心地が非常にいいと、いいと、はいはい。それもちょっと、ね、市場でレビューさせてもらえればと思います。だからもう足元はもう本当にこうすごくいいしもう最高なんですけど、うん、もう一工夫欲しかったなっていうところが正直なところです、うん。ちゃんとテロップ入れてください、ね、ツッチーの意見です、はい、あくまで個人的な意見です。でもう1点いいですか、早速モノモース4、はいはい、モノモースポイント、はい、これフェンダー、はいはい、これが一見カーボンかと思いきや、うん、これカーボンのシールなんですね。あ、このフェンダーのこのこれですね。そうなんですよ、この部分ですね。もうちょっと僕もうシールなんで、そこはね、あのそれはちょっと私も乗っかりますね、はい。シールなんですかこれ。これシールだったら別にいらなくないですか。いや、いらないっていうか、なんかもう本当になんかちょっとメーカーがやるだこれをって思っちゃった、はい、僕。でもその一応2番号は全部一個一個違うんですよね、と思います。だからシールなんじゃないですか。あ、だそれカーボンにしちゃったら、はい、全員例えば200限定の番号220、はい。これまあ、世界限定299台ですけど、そうですね、だから前、あのすみません、前を失礼します、この番号が違うからシールじゃないといけないくないですか。いや、まあそうなんですけど、それだったら別にこのカーボンじゃなかったなっていう、カーボンにしてここだけシールにするとかね、うん、まあまあまあ、そっちの方が良かったなっていう。なんかカーボンでも、なんかちょっとこう僕の勝手な意見ですよ、本当に、うんうん、今回ちょっと自分で自分フォローするわけじゃないですけど、うん、なんかちょっとこうメーカー側が、あ、ユーザーこういうのやったら喜ぶよねっていう視点でなんか車作ってませんみたいな。僕完全にそれはこれは乗っかっちゃいますね、はい、と思っちゃったんですよ僕。いやでも、いやそうじゃないんですよっていう、これこの車にしかない。いやまあそうなんそうなんあれですよね。ただ別にこのクラマに限らず、もう先代も先々代も結構ここをなんか別のカラーにするとか、うん、ラッピングするとかっていうのは結構定番のカスタマーです、うん、だからユーザーさんでも自分でここをこうカーボン調にラッピングしてる方とかっていらっしゃったんですよ、うん、今までも。
だそれをなんかメーカーがやってくるんだと思っちゃった、うん、いやでもあでもいいんじゃない本当すか、うん、だからこう219これしかないんですよ。カーボンシールはねえだろって思っちゃったんですよ、ね、あまあまあちょっと、はあ、これカーボンにしたら結構新車でだってこれ新車価格プラスいくらでこのパッケージなわけじゃないですか。その中でまあまあそうなんですよ、ね、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、ね、だからまあそこら辺ちょっと、はあ、グダグダ言ってるけど別にすごく高くなってこの仕様じゃないんですよそうですね、はあまあ、まあ 次行きましょうか、はいはい、そしてまあこの辺もジョン・クーパーですから専用のサイドスカットルになってて、あとはこのサイドのデカール、この辺も GP 意識したデカールで、はい、であとはまあピアノブラックのエクステリアですからドアハンドルとかも全部ピアノブラックになってて、うんまあ、この辺のコンフォートアクセスなんかはもう全部当然もう後期から標準ですよね、はいはい、あとは注目のポイントとしてはルーフ、うん、これはしっかり別の色で、うん仕上げてきてるんですよね、このシルバーのルーフ。多分なんですけど、これボンドストリートとかにも使われてる限定車で時々登場するこのシルバーのルーフですよね、うんうん、多分そうですね。これかなり、イメージも変わって、うん、で基本的に外装がこのルーフとミラーキャップがセットなんですよね、うん、そうですね。黒にすると黒屋根黒ミラーキャップ、はいはい、白にすると白屋根白ミラーキャップなんですけど、この組み合わせって基本的にできないんで、うんまあ、この辺はちょっと特別感あるかなとは思いました。でもミラーを変えちゃえばいいんですよね。まあ、そうなんですけど、これできないじゃないですか。まあ、屋根はね、はい、で塗るの結構大変なんで、はいはいまあ、この辺はかなり屋根はでもやっぱり塗らない方がいいですね。あ、そうなんですか。僕たちその中古車を扱っているものからするとあリセールとか考えると、まあ、まあ屋根塗っちゃうっていうのは進めないですね。だから思ったらもうラッピングにしてください。なるほどなるほど、はい、復元できるからと。そうですね、はい、まあ、屋根塗るってやっぱり評価的にあんまり良くないですね。まあ、いろいろ分解してるし、いや分解してるっていうか屋根塗ったらどうして塗るのってことになっちゃうから、なんかこう落ちてきて、うん、氷害とか氷そういうのになってるんで、はいまあ、余計な心配される可能性があるんで、あと評価も下がっちゃうこともあるので、はい、屋根じゃあもうこの屋根だけでも気に入ったんだったら買う価値があるってことですか。ありますね、はいはい、であとはまあプライバシーガラスなんかは全部ついてて、で後ろなんかも後ろのローター系なんか多分変わんないと思うんですよね。ただあとクラブマン純正で車高が本当にものすごい高いんで、うんまあ、ジョン・クーパーは1センチダウンでしたっけ、うん、そうですね。クーパー S なんか本当にグーが入っちゃうぐらい車高高いんで、うん、今回の車かなりスタイリッシュな車高になってていい感じじゃないでしょうか。あとここもなんですよね、はいはい、そこはモノモースポイントじゃないですか。いやここモノモースポイントでいいですか。じゃあ5ですね。これも、はい、シールなんですよ。まあでも GP も外装のデカール全部シールなんで、ここシールでいいじゃない。いやいやいや、これなんかこう文字だけシールでよかったなみたいな。でも剥がれちゃうからなんですかね、文字だけだと。あ、要はシールってここね、シールだとここで変な話、はい、ビリって剥がれちゃうんで、だから全体的なあれなんですか。全体的なシールなんで、うん、で後ろ行くと、はいまあ、後期なんでこのユニオンジャックのテールと、はい、今は後期テールってあれですか、前期にも変えられるんですか。変えられます、はい、結構あの普通のそのなんですか、3ドアとかあの結構10万円ぐらいで買えられるじゃないですか。金額はちょっとごめんなさい、確認しないと分かんないんですけど、はい、結構そのレトロフィットじゃないですけど、はい、あの後期仕様にするのは定番です。定番ですか。じゃあ意外に今、まあ、そんなにびっくりするほどの金額ではなくできるような感じ。まあそうですね、はいはい、なんでまあ前期乗られてる方でこのテールにしたいって方がいらっしゃったら、うんまあ、ボンドミニなんかでもできると思います。そうですね。あとモデルレーターなんかもしっかり黒いものになってて、この辺のハンドルなんかも全部ピアノブックなんですね、うん、あとこっちのエンブレムもしっかり黒いもので、うん、であとここにデカールが入ってると、はい、あとバンパーも後期になってちょっと新しくなってますよね、うん、ちょっと形がスタイリッシュというか。そうですね、この辺のダクト風のこのデザインがちょっと効いてるかなっていう。でジョン・クーパー今回の、はい、あのなんですか、3ドアとかの後期はちょっといろいろ賛否あるなと思ったんですけど、これはバッチリ来てる気がしません。あ、確かにそうですね。ですよね。そうですね、かっこいいんですよ、うん、かっこいいと思います。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はいまあ、当然のこの足で開けるやつが、うん、あれ？あ、行きました。びっくりした。え、いや黒目に嫌われちゃったんじゃないですか。いやそうかと思った。でもクラムマンで言えばこのスプリットドアですよね、はい、これ意外に使いやすいんですよね。使いやすいですね、はい、高さもこう必要としないじゃないですか、はい、で横もこの半分ずつ開くんで、うん、このスペースもあんまりいらない。結構でもそうですか、はい、お客さんによっては結構そのここの長さが結構広く使わなきゃいけないんで、あ、駐車環境によってはそうなっちゃう。駐車環境によってはその
バッと止めちゃって、はい、そのバーンってったら後ろに当たっちゃうとか。あ、トランクだとこう開くじゃないですか。僕でもそのミニの専門店で働いてた時は、うん、もうみんな大好評でしたよ。あ、クラマンって言ったらこれだよね。あ、いや、超使いやすいよね。クラマンだったらもうこれだと思いますけど、クラマン乗ってない人からするとこれに来ると、はい、あ、これっていう感じになっちゃうんですかね。いやいや、結構賛否分かれるところ。賛否は分かりますけど、別に それほど言うわけでもないですけど。そして気になるゴルフバッグ容量に関しては、はい、まあ、車がちっちゃいんで、はい、まあこんな形ですね。まあ、言っても幅が1800ですからね、はい、まあ、こんな感じ。ただこれシート倒せば当然424で倒せるシートですから十分な。だもうお客様によってはもうシートをフロント2席、あの運転席助手席交換して純正のシート2脚持って帰られる方とか、タイヤホイール4本持って帰られるとか普通にいましたんで、はい、まあ、結構工夫次第でいろいろ詰めるという。よいしょ、よいしょ。あとこのフロアの下は少しだけ収納スペースが、でこれもパタって倒れるんですよね。でしかここでロックされるんで、まあ、結構普段使わないものなんかを結構収納できると。こんな感じです。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。開けるとこれも標準で、はいはい、ついていきたいとか。この辺もちゃんと後期のあれになってるんですね。途中であのデザイン変わったじゃないですか。ああ、はい、そのエンブレムね、はいはい、この辺もしっかりついてて、中に関してはまずこの限定車ということで、うん、このスカーフプレート、内装もなんかもうテグスに聞いて待ってます土の。いや、言っていいですか、はい、もう一工夫欲しかったなと思いました、はいはい、ただもうベースはすごくいいんで、うん、ダイナミカシートですよね、うん、でも限定車として見ない。そうなんですよ。だから限定車ってなんでこう言っちゃったんかなって思っちゃうんですよ僕。やっぱりちょっとつけたかったんですよ名前を。僕の勝手な意見ですよ、もう始まる前も言いましたけど、限定車って言ったらもう初代こう GP とか、あとあのグッドウッドとか、せめてクリスタルぐらい、あのぐらいなんかちょっと気合いの入った、あ、これやっぱりメーカーじゃないできないよねっていう仕上がりにしてほしかったんですよ。そうですね。これ頑張ったらなんかショップとかユーザー単位で作れそうじゃないですかこの車。だから限定車っていうのはもう作れないだろうと。作れない車を限定車と呼んでくれってことですよね。あ、そう僕は、ね、僕はです、はいはい、そうなんですよ、はい、メーカーが限定車299台限定ってこう胸張って出してきた割には、はい、結構なんかこうありものの組み合わせとか、うんうん、ちょこちょこ限定車特別使用車って言った方がいいですよね。ああ、そうですね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 、うん、はい、これだけついたから安いですよっていう感じですよね、はい、そうなんですよ、まあ、いろいろ言いましたけど、はい、ベースは最高なんです。最高ですね、はい、ちょっとぜひ中ご覧になってください、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。そして小島さん、このダイナミカシート、はいはい、ダイナミカってあれなんですよね、はい、あのレザーじゃないんですよね。はい、レザーじゃないです。合皮なんですよ。はい、合皮です。で、なんか旭化成の技術なんですよね、はい、あ、そうなんですか。らしいですよ。でメルセデスなんかも最近ダイナミカですよ、はいはいはい、そんなシートで。そして内装はもう安定のっていう感じです。初じゃないですか液晶メーターを紹介するの。初ですね。大宮店の液晶じゃなかった気がします。ですよね、初ですよね、はい。見るのは初じゃないんですよ、まあ、そうです GP3 で紹介してる。そうです。あ、そうか、そうなんですよ。そうか、はい、そうなんです。だから リアクションがちょっと欠けちゃうんですけど。そうです、ね、ただこの辺はもう僕さすがだなって思っちゃいました。そうですか。このデザインもそうだし、この視認性の良さ、はい、よくこの丸い液晶で来たなっていう。あ、こんな感じの、このジョン・クーパーのステアリングとこの赤ステッチの、これ標準のステアリングとここも違うんですよね。なんか微妙な形が、これが流用できないんですよ。ああ、そうなんですね。でマルチファンクションなんかも当然ついてて、パドルもついてて、でステアリングのこのチルトとテレスコに関しては手動という、やっぱりミニは手動ですよね。手動ですね、はい、そしてこの辺ナビ関係は 8.8 でしたっけ。そうですね、確か、はい、で後期になるとタッチになってるんで、こんな感じで、はい、全部使えて、あとカープレイなんかも確かついてるんですよね。使えますね、はい、でもよく、ね、トリセツなんかも喋ってくれますからね、まあ、この辺は BMW にも通じるところがあるんで割と使いやすいですよね、うん、ただメディアなんかは入ったりしないんで。最近ね、でもね、よく電話しちゃうんですよ。え、どういうことですか。でここにあの
アシスタンスに電話しちゃうんですよ、間違えて押してなんでかかんないですけどアシスタンス押しちゃうんですよね。僕この前3回ぐらい声しちゃいました。本当ですか、間違い電話です、すいません間違えましたまあちょっと便利になるとそういう弊害も、ね、はい、まあ、あとはこの辺のエアコン関係、一応デュアルゾーンで、まあ、あといいのはこの使いやすい、もう超わかりやすいこのダイヤルの、はいはい、こんな感じで、であとはモード切り替えだったりだとか、はいはい、その辺もしっかりついてて USB とドリンクホルダー、はいはい、そしてこの辺がちょっとデザイン変わりましたね、後期でオレンジのポッチになりましたね。そうですね、はい、最終ですね。そしてクラブマンクロスオーバーは電動サイドになると、はい、でもう一点モースポイントいいですか、はい、限定車専用装備のこのアームレストなんですけど、はい、どうしてこうなったっていう。何ですか。いやこれあ専用なんだと思ったんですよ僕、はい、下調べ、はい、予習で、はい、開けたら、うん、これだって貼ってあるだけじゃないですかいいんですよ。ちょっとすみません本当に辛口でちょっと期待値が高すぎた。そうですね、はい、で GP って名前に期待値が高すぎるんじゃないですかいや僕の中での GP は、はい、もう GP1、はい、せめて2で終わってるんですよ、はいはいはい、そうなんですよ。そしてアームレストの中はこの2段になってて下が深め、はい、上がこの浅いやつですね、はい、なっております。でシートに関してはもうクーパー S 以上はスポーツシートなんでホールド性は割といいですよね、うん、ただ調整に関してはもう手動でこのハイトアジャストとリクライニングスライドだけっていう感じです。ただでも裏当てのセールス月村さんも言ってましたけど、はい、やっぱり手動がいいんだっていう、うん、その何ですかこの素早く調整できるし、うん、はい、あそうなんですか。もうミニって言ったら手動だよねっていう、まあ、どっちもどっちの気がしますけどね。でクラブマンだと電動もあるじゃないですか、はいはい、でもやっぱり手動は手動の良さがあるなっていうふうには僕も思いました、うん、確かに。あとインテリアに関してはこのピアノブラックのトリムで全体的に統一されてて、で当然このヘッドアップディスプレイも標準です。そしてジョン・クーパーなんでアンスラサイト、 BMW の説明書風に言うとアンソラジット、この黒いインテリアになってございます。だから車内がかなり引き締まった印象です。そして後ろの席は小島店長いかがでしょうか。もういいですよ、はい、快適なんですよね。快適ですね、はい、ちょっと僕降りていいですか。本当に3世代目じゃないですか。まさかこんなにミニが快適になる車とは、まあね、毎回出るたんびにミニがミニじゃなくなったって言いますけど、もう普通に大人4人で移動できますよね。身長168の私が座っても十分ですね。でまたこの方からこの横のこれが増えたじゃないですか、はい、スペースが、はい、だからもう本当にゆったり、本当にゆったりですね。言ったらもう BM の3シリーズのツーリングにもなんかいや本当ですよ。スペース的にはそうですよね。本当3のツーリングと変わらないですね。むしろちょっと広いんじゃないかなって思うぐらいの、まあそれは言い過ぎですね、はい、で装備的には一応エアコンの吹き出しと、はいはい、あとこれ差し込み口って言っちゃいけないんですよね。 USB です。はい USB ですがついてます。 USB とこれでも後期からですねついてるの。あれ本当ですか。これ前期ついてないです。あそうかもしれないです、はいがついてると、はいはい、まあ後ろの席にも嬉しい。そうですね。続いてエンジンルーム、はい、ここが後期でかなり一新されて、そうですね、馬力も75馬力ぐらいアップして、アップですね、はい、300馬力オーバーですよね、はい、GP と同じぐらい馬力、全く同じでしたっけ。同じじゃないですか。馬力出てですよね、300馬力オーバー、はい、でこれで、ね、この車が出た時に最速、ミニ最速っていう話じゃないですか。そうなんですよ、はい、まあ、そこもちょっといろいろ言いたいことがあるんですけど、ちょっとそれは市場で、はいはい、お願いします、はい、で後期でなんかタービン周りが一新されてるのと、はい、あとエンジンもかなり手が入ってるらしいですよ、うんうん、ピストンとかクランクシャフトなんかも強化したやつが入ってて、うんうんまあ、そりゃそうですよね。大体だって 30% までいかないですけど 25% ぐらいパワーアップしてるわけですから。そうですよね、うん、なんかかなりもうエンジンの中まで全部手を入れて一新してるみたいです、はい、でもこれ乗られたことありますか。乗ったことないんですよ。じゃあちょっと乗ってみたいと思います、はいはい
グダグダ言って乗ったらどうなんだっていう、はい、ちょっとそこをお届けしたいと思います、はいはい、続いて天童周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。興奮しすぎて装備のところ何も拾ってないんですけど、今回の車ドライブレコーダー前後と、はい、前後、はいはい、ついてると、はい、録画を開始します。喋っちゃってます、はい、いいですか。大丈夫です。あと装備的なもので言うと、はい、後期になって ACC もついてると標準で、はい、あとサポート関係前後 PDC、はい、リアの駐車アシストスタイリングのサポートですね、はい、その辺なんかもしっかりついてると、はい、駐車アシストっていうとなんかあれですよ、センサーですよ。縦列駐車の時にステアリングアシストしてくれるやつついてますよ。こんな感じでございます。そしてミッションがジョン・クーパーだけ、8速のオートマになってます。他のモデルは、DCT クーパー1クーパーが7速 DCT、クーパー S が8速 DCT でございます。なぜオートマなんでしょうね。多分馬力の関係じゃないですかね、うん、ジョン・クーパーだけ極端に馬力出てるんで、うん、多分その辺が。でも普通に M3 とか TCT じゃないですか、はい、まあそのミッションの容量的なものもあるんじゃないですかね。 FF だし、あ、FF じゃないよ、他のモデル FF だし、そういう馬力だけじゃなくその全部容量とかそういうので多分あるんじゃないかなと思いますよね、うんうん、あとはジョン・クーパーだと漏れなくオール4、4駆ですから、はい、ここら辺のあれですよね、これはクロームパッケージなのかな、メッキルが、あ、この辺ですよね、はい、はい、あとちょっとその駆動方式のところでいくと、うん、4駆なんで、うん、なんとこれあの GP3 より速いという、はい、はいはい、そこもちょっと僕納得いかないんですよね、うん、いや GP3、 GP って名前がついたらやっぱり最強だろって思っちゃうんですよ、うんうん、それが実はミニ最強はクラブワンだったっていう、はい、あ、こういう感じですね。あ、こうパーキングになるとこういう風に、はい、ですね、だサポート系も結構進化しましたよね、うん、しっかりついてくると、うん、いいんじゃないでしょうか。ちょっとスタイリングもうちょっと待って、僕あと2時間ぐらい喋れますけど、え、いいですか。お一人で喋ってるのいや、僕のその限定車に対するこの熱い思い、うん、もう本当にあのもうちょっとあの好き勝手に車作っていいと思うんですよね僕、うん、もう ミニというかもう BMW が、あ、この説明書のところ変わってる画像になってる、ほらパーキングアシスト、パーキングアシストは車両に対して垂直および平行、アニメーションじゃなくなってましたよ、はい、映像が出てきましたね、映像が、ああ、これ見てみたいな、こういうとこ僕ちょっと結構ワクワクしてもいいですね。ああ、結構足、あれこんなに車庫端してるからですかね、もう硬くなってる気がする、気のせいかな、いやでていうか車庫はちょっとあれですかね、低すぎるですかね、少しこう揺れますね車、うん、もうちょっと上げた方がいい気がします。家族が乗るにはね。そうですね、うん。ちょっと硬すぎますね。硬すぎるっていうか、ちょっとこうストロークが足りない感じしますね。うん、もうちょっと上げた方が良さそうです。もっとタイヤもあるかもしれないです、ちょっと。まあ、タイヤもね。はい。硬めのタイヤなんで。もうちょっとセッティングしたいです、目的は。
そしてさっきの話の続きになりますけれども、うん、僕の限定車に対する熱い思いを語っていいですか。どうぞ。あの僕の中で最強の限定車だと思ってるのは初代 GP なんですよ、はい。まあ、それと同じぐらいのレベルでグッドウッド、はい。まあ、他にも好きな限定車いっぱいあるんですけど、ウォンドストリートとかクリスタルとか、はい、で知ってます、ちょっと話はそれますけど、はい、グッドウッドあるじゃないですか、はい、あのエヴァンゲリオンの監督も乗ってんですよ、うん。この間 NHK でプロフェッショナル、あの何でしたっけ、仕事の流儀でしたっけ、うん、あれでエヴァンゲリオン の, その監督特集やってたんですよ、うん。したらチラッとそのミニが映って、あれこの内装の色とホイールってグッドウッドじゃねえと思って、で後半でもう一回出てきたんですよ、車が、はい、グッドウッドでした、で多分気づいたの俺グレーだろうなと思ってたら、うん、ネットでも書いてる人がいました、本当ですか、 SNS で、やっぱり好きな人見てんだなと思って。エヴァンゲリオンはツッチーと息子の口からしか僕は聞いたことないです、はい、いやでも40代前後の人はドンピシャなんで、エヴァンゲリオン、はい、そうなの、そうっすよ、主人公が14歳の時に14歳前後だった人が今40代前後なんですよ。だからドンピシャですよ、まあ、ちょっと話はそれましたけど、それぐらいこうミニの限定車ってこう僕の中で期待値が高いんですよ、うん、だからこれもものすごく期待してますよ、うん。あれなんか後期ですげースムーズになってますね、車もしかしたら大宮店で同じこと言ってるかもしれないですよ、うん、本当に。でも大宮店の後期のやつのエンジンスペック同じですか。あれジョン・クーパーですよね、確か。ジョン・クーパーですよ、うん、です。あ、早い。これでも普通、今モードはスポーツないですよ、はい、ちょっとエコ、スポーツしますか。はい、スポーツです。スポーツにするとバルブが開いて、はい、点で僕どういうリアクションしてたかどうちょっと心配になっちゃったんですけど、いいじゃないですか、早い。え、でも思いの早いな、いい車だな。いや、あ、でも、ま、足回りやっぱりそうね、ちょっと上げたいな、これもうちょっとストローク必要っすよね、うんうん、ちょっと上げたい、ちょっとこうなる感があります、うんうん、ちょっとこうちょっとスポーツに寄っちゃってる感じしますね。早いし、しかもトラクションのかかり方がすげえ、やっぱり四駆 FF と全然違う。ハンドリングもですか、はい、もうハンドリングもめちゃいいっすよ、うん、ゴーカートフィールスからそこは、うん、あ、ここは変わんないっすね、確かに、うん、重さとかなんかそういうのはちょっと若干違いありますけど、うんうん、全体的な方向性が、液晶メーターは見やすいですか、どうですか。めっちゃ見やすいっす、うん、全体的な方向性がそこが初代と変わってないっすね。液晶メーターってあれ、はい、今前期の車に乗ってて後期に変えてる人って、はい、いたじゃないですか、はい、うちも、はい、あったじゃないですか、はい、あれって結構主流になってるんですかね。いや、結構値段するんですよ。あ、気軽に変えられる感じではないみたいですよ、うん、値段が結構する。あとそのコーディングってその書き換えが必要になっちゃうんで。そうですね、新車で500後半じゃないですか。後半ですね、はい、初経費で600万円、はい、まあいいですよね。いや、いいっすよそれ。だって600万円出してるのに、はい、ハンドルは手動だわ、はい、シートは手動だわですよ、はい、車としてはまあまあ突き抜けてますよね。いや、だから余計に僕としては、ね、本当に言い方合ってるかどうか分かんないですけど、うん、そのユーザーの方を見ないで、うん、好き勝手になんか車作ってほしかったんです僕は、うん、言うならば何ですか、アルファロメオみたいな車の作り方、うんうんうん、もうなんかユーザーのなんかこういうの好きそうだなっていうのじゃなくて、うん、はい、もうこれがミニですってこう出してほしかったです。それが限定車です、まあ、限定車っていうかもう全体的に方向っすね。あ、だって GP もマニュアルないじゃないですか。もうすげえがっかりしちゃったんですよね。あ、いや、そこじゃないでしょみたいな、もう GP 別にマニュアルエアコンで文句言うやついないし、うん、はい、マニュアルで出してよみたいな、うん、
って思っちゃった、そこは。なんかもうその速さとか求めたら、まあ確かにその効率とか燃費とか求めたら DCT とか、そのオートマなんかもしれないですけど、うん、そこじゃないじゃないですか、ミニのそのユーザーが。もう分かんないですよ、僕みたいな特殊な層が一部求めてるだけかもしれないですけど、なんかその乗って楽しいとか、ワクワクする感じとか、それをなんか求めてません、ミニに。ただ売れるのは絶対その、誰でも乗れる、誰でも速い、誰でも快適だと思うんですよ。ちょっとなんか商売系が出ちゃったなって このモデルに関しても思っちゃったです。車はめちゃめちゃいいんですよ。しょうがないですよ、商売系出したの。昔なんか BM だったのかな、36だったかな、46だったかな、なんか昔マニュアルがなかったんですよ、セダンで。で後からマニュアルを出したんですよ、うん、それってなんか証明活動したのかな、なんかでやっぱりこう声を聞いて日本にもマニュアル入れたんですよ。でも全然売れなくて、でもそういうのがあるじゃないですか。確かに。まあそれはまあね、日本に導入する導入しないメーカーの違いなんで、輸入元の考え方の違いだと思うんですけど。まあ、売れなきゃやっていけないですから。うん、だからなんだかんだ言って一番売れてるのは5ドアなんですよ。5ドア、うん、ああ、ミニね。うん、やっぱり売れなきゃあれなんですけど、うん、せめてなんか限定車はもうちょっと気合い入れて作ってくれよって思っちゃうんですよ、うん、僕。まあでもクラブマンも最初の時に出た時に、うん、ドアかよって思いませんでした。思いました、うん、もう今当たり前になってるじゃないですか。ただまあ蓋開けてみたら、うん、まあ4ドアでこう正解だったかなと思いますけど、うんうん、ただ前方のあのこっちに、うん、あの観音開きするやつ、うんうん、しかも日本みたいに左側通行で、うん、はい、だあれでも別に文句言う人いなかったですからね、うん、あれをね好きで買ってるわけじゃないからね。そう、うん、後ろの人降りられませんよねっていうなんかちょっと不便さにこうなんていうんですか、はいはい、こう良さを感じちゃうというか、ね、全部は何でも便利になってますからね。そうなんですよ、だからもうちょっとなんかとんがってほしかったなと思います。だからこの間乗ったディフェンダーじゃないですけど、うん、車すげえいいんですよ、うん、速いし燃費いいし、うん、音いいし、この音っすよ、うん、いや、いいですよ、買えなくていいっすよ、ね、うん、それ言うと怒られそうだけどまあちょっと、なんて言ったら、なんて表現したらいいのかな、まあ、よく一般で言う、ちょっとこう、日本のお父さんみたいな感じだね、うん、奥さんの顔色をね、あ、そうですね、そうですね、別に気にせず、車を買っても別に大丈夫みたいなね、はいはい、そうなんですよ、これ買っても怒らないですね、うん、ただ、僕としては買ったら怒られる車にしてほしいな。買ったら怒られる車を買うのは男の夢ですけどね。ね。すみません。うん、いや別に全部そのラインナップにしろとは言えないですけど、うん、せめて限定車ぐらいもうちょっと頑張って。今日何回言ったかな。ちょっと限定車カウンターしたいね。はい、ツッチー限定車何回言ったかなって。いやたまに本気出すじゃないですか。うん、グッドウッドとか。うん、たまに。まあいいじゃないですか。これ僕たちの中では特別使用者にしましょう。特別使用者です、はい、いやもう そう言われればもう納得ですよ、はい、完全に納得です。いやでも多分、はい、この動画アップする頃には、はい、この車まで進んでる車だと思います。本当ですか、はい、でそれぐらい、いやでもだから本当に売れるんだと思います、うん、売れるしみんな欲しいし、はい、注目の車なんだと。ただ何度も言うか、ツッチはその限定車っていうところだけ引っかかってるんですよ。そうですね。やっぱり僕みたいな偏屈な人間が見ると、ちょっとこう期待値の問題なのかわかんないですけど、なんか癖つけちゃうんですよ。いや、車は本当いいっすよ。速くないですか、だって。いや、いいですよ。何にも言うことないですもんね。言うならば、うん、足回りもちょっと上げましょうと。ああ、そうですね。もうちょっと車高上げて。ぐらい。か、ちょっとタイヤ変えればだいぶ違うと思います。タイヤちょっと硬い気がしますけど。まあ、でもこれからまたね購入していただいてタイヤ変えるのってまた20年ぐらい走ってないから、うん、減って次変えるときは、うんうん、なんかもうちょっとコンフォートなタイヤにしたりするだけで多分もうちょっと変わってくると思います、うん、だすぐ変えなくてもいいと思うんですけど、うん、ある程度こう今回この車とかねこれいくようになったらちょっと車高上げた方がいい、ね、そうですね、まあ、でもそれ車高調のいいとこですよね、うん、上げて調整できますからね、うん、なかなか固定の純正スポーツサスペンションじゃ車高の調整できないですからね、うん、乗り味とか乗りやすいですよね、コンパクトサイズで。いい車だな。これはでも売れますよ。マニュアルにちょっと。
入るね、スパンスパン。いや、DCT じゃないんだってならないですよね。うん、全然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 なんない。全然ですよね。うん、これで、はい、申し訳ないけど、これ DCT じゃないんだって言ったら、お前分かってねえだろって。とりあえず一回乗ってこいっつって。そうそう。いやだから僕がこの、まあ、あの3ドアのとこもそうだったんですけど、うん、DCT も全然普通のどこのオートマも全然こう、うん、なんていうんですか、あの差別なかったっすよ、僕的には。どっちもいいの、うん、いい、全然いい。大体でも普通にブーって街中走るんだったらほとんど変わらないじゃないですか。変わらないですか。ああやって全開じゃないですけど、うん、ちょっとスポーツ走行した時にちょっと差が出るかなみたいな、うんうん、本当にね、そういうので分かってる人が言えばいいですけどね。そうですね。いやだから本当にワンクーパーの7速 DCT もいいし、うんうん、クーパー S の8速 DCT もいいと思いますよ、うんうん、それはさすがメーカーのチョイスですね、うん、あでも結構スパンスパン入ったな。そうなんですよ、びっくりしますよね。速い。そしてさすがこれあのシリーズ最速ですよ、うん、まさにこれはあれですね、羊の顔をかぶった狼です。狼ですよ、これ。ちょっと出ちゃってますけどね、中の。何が？いや、この赤くしちゃったりとか、ブレーキまあね。まあね。ちょっとはみ出ちゃってますけどね。うんうん、はい、だこれさ、さっきの、はい、逆に言うと、ツッチーが言ってたみたいに、はい、ジョン・クーパー消したらかっこいいかもね。あー、だから本当に クーパールックじゃないけど。うんうんうん、はい、あれっつって、はい、早いんだぞっていう。キャリパーもちゃんと黒く塗って、うんうん、はい、ホイールもなんかもうちょっとこう8スポークみたいなホイールにして、うんうん、はい、いやホイールはねあれですけど、いやでもそういう楽しみ方もありますね、うん、なるね、うん、いやー車だな。だってもう ACC もついて自動のブレーキもついてるんですよ、うん、でもだんだん落ち着いてきて、はい、まあ、今500万ぐらいじゃないですか、はい、400万円台後半とか300万円台になったらめちゃめちゃいいですね。いやめちゃめちゃいいっすよ、うん、ただもうミニもなんかあれなんですよね、全部 EV とかにシフトするって言ってるんですよね。本当に、はい、あともう一個ちっちゃいの出すって言ってました。だから本当にちょっとこういう過激なのとか、うん、僕がとんがったのとんがったのって言ってますけど、うんうん、あと何年かしたら、うん、いやあれも随分とんがってたねって思う時代が来るかもしれないです、うん、結論から言うとですね、うん、やっぱり車の出来は100点です。100点ですね。しかも、あ、この間にやってますね。しかも、後期が悪いはずないんですよ、うん、でも後期特有の、なんかその、なんていうんですか、おとなしさ感はないですね、なんかあんま感じなかった。そうっすね、うん、結構後期になるとマイルドになってくるとか、マイルドになってくるけど、そういうのはあんま感じなかったですね、乗って。音もなんか良くなってる気がしますよ、うん、マフラーの音も後期で。恐れ入りました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。それじゃあ最後になりますけれども、はい、僕がこうしたいっていうのを言っていいですか。そうですね、散々あれですね、メーカーに文句も申しましたからね。、はいはい、あえてツッチーがいじるんだったらこういう風にしようというところをちょっと、はい、ちょっと前半でも触れましたけど、僕ちょっとこのカーボン このシールは剥がしたいです、はい、ただ小島さんおっしゃる通り、はい、この限定車たるところだし、はい、シリアルも入ってるんで、はい、パーツ注文して、はい、同じの用意してから、はい、剥がします、はい、剥がしてね、はい、で手放す時にまたこうもう一回施工する、はい、施工する、はい、そういうせこい、はい、ただちょっとカメラマンもちらっと言ってましたけど、はい、他にカーボンパーツもないのに、はい、ここだけここカーボン、うん、しかもカーボン超じゃないですか、はいはい、だからもうあえてやるんだったらもうここを真っ黒黒に塗っちゃうとかの方が、はい、僕の勝手なこう被害妄想かもしれないですけど、ええ、こうあんまりこの車に詳しくない人が見た時に、はい、あれこれシールなんですかって多分思う方っていらっしゃると思うんですよね、はいはい、特に高級車の乗られてる方とか、はい、お収車こう馴染みがある方だと、うん、あシールカーボン超ってならないですか。まあね、はい、はい、ちょっとここだけ、まあ、この辺はただまあ好みもありますし、いやいや、もうツッチーがやるとしたらですからいいんですよ、あくまで僕のセンスなんで、はい、自由に言ってください。バカがまた何か言ってんなと、はい、思う方は、はい、そういうふうに受け取っていただいても全然構いませんので、はいはい、あとはまあやるとすれば毎回言ってますけど、まあ、ジョン・クーパーじゃなくしちゃう、なくしちゃう、はいはい、やっぱりこの赤いのってこうジョン・クーパーたるところなんですけど、はい、あえてこのジョン・クーパーっぽいこの赤いこういうミラーキャップとか、はい、
その辺変えるとかなり印象も変わる。塗る感じですか、黒く。黒く塗ってもいいんじゃないですか、はい、結構だからジョン・クーパーとかで真っ黒黒にしちゃう方とかもいらっしゃいますね、はいはい、すっごくかっこいいんですよね、はいはい、でもその辺は好みはさじ加減で、はい、ボンド各店でもボンドミニでもできますんで、お気軽にお問い合わせください、はい。まあ、でもトータルで考えたら限定車っていうなんか特別試乗車と見ればすごいいいお車だったということで。そうですね、はい、悔しいんですけど100点です。100点どころか120点なんです、はい。ただちょっとその限定車っていうところ、そこにちょっと引っかかっただけなんですよ。限定車がね、引っかかっちゃったところで、はい、そうなんです。車もめちゃくちゃいい車なんで、はい、で新車からのプラス考えたらもうすごい感じですよね。そうなんです。価格と内容を考えてからもう一回発言しろって多分思う方もいらっしゃると思うんですけど、はい、限定車に引っかかったツッチーでしたということですね、はいはい、そんな感じで今回 お届けいたしました。はい、はいはい、というわけで今回はミニクラブマン JCW-GP インスパイアードエディションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。